シーニングの、そう焦らずとも、しかと傾聴するゆえ。シーニング殿、そう焦らずとも、しかと傾聴するゆえ。Thank you.
事識別番号148番主演です。何かお困りでしょうか。
き続き手続きの進捗を追ってまいります。ご安心を。
に任せてください。俺に任せてください。俺に任せてください。
き続き手続きの進捗を追ってまいります。ご安心を。臨時識別番号148番、主演です。何かお困りでしょうか。市民殿、そう焦らずとも、しかと傾聴するゆえ。臨時識別番号148番、主演です。何かお困りでしょうか。引き続き手続きの進捗を追ってまいります。ご安心を。俺に任せてください。市民殿、そう焦らずともしかと傾聴するゆえ。
というと、もうすぐ儀式が始まるのかい？おうよ。ここんとこ、ずっと準備を進めてるぜ。懐かしいね。私が最後に出た時は、向こうに随分骨を折らせたもんだよ。結局、勝ちは譲ることになっちまったがね。それって今の覇者が優勝した代のこと？あいつか。まあ確かに大したやつだが、そんなの関係ねえ。どんな相手だろうが、俺様は絶対に勝つ。ねえねえおばあちゃん、せっかくだし、あの時のこともっと聞きたいな。教えてやりたいのは山々だけどね、親切な若い子と戦略があるのさ。すまないね、用事が済んだらまた連絡するから。わかった、俺らは適当にぶらついてっからよ。連絡待ってるぜ。おばあちゃんバイバイ。ドリンクも用意しとくね。おや、来たね。おばあさん、今しがた話していた二人は誰だい？郊外で知り合った子たちさ。元気で優しいところはあんたとそっくりだね。機会があったら紹介してあげようね。